2009, スンイコールイープレビンは女優ミアハローと指揮者、アンドレ・プレビンの幼女である韓国系アメリカ人の女性。彼女の夫は映画監督のウディアレンである。彼女は1992年、彼女の母の長年のパートナーであるウディアレンと交際していることが明らかになり、国際的な注目を浴びた。彼女の養母ミアハローには、 アレンとの間に一人の実子と二人の養子がいた。ファローがスンイコールイーのヌード写真を発見し、事実が発覚。ファローと彼女と彼の子供たちに対する関係だけでなく、アレンとスンイコールイーとの年齢差のために、メディアからは否定的な報道がなされた。二人はベネツヤのパラッツオカバッリ・フランケッティで1997年12月24日に結婚した。 彼らには二人の幼女、ベシェ・デュメーン・アレンとマンジー・ティオ・アレンがいる。二人ともジャズの音楽家、シドニー・ベシェとマンジー・ジョンソンの名を取って名付けられた。スン・イコール・イーは1996年にドルー大学から芸術で学士号を、1998年にコロンビア大学から特殊教育で修士号を授与された。ありがとうございます。